皆さんこんこにちは徳島新聞デジタル版名著の世界この「朗読の世界」この朗読の世界で読んであるのは2013年度から2022年度までその一面に書かれたコラムを木下和夫さんが書きましてそれを編集し一冊の本に「名著」という本に なっていますその中から今日は2019年5月28日の名帳です2019年っていいますとちょうど平成から令和になった年ですね。ドイツは坂東不虜収容所のドイツ兵捕虜が気づいた。 鳴門市の大朝彦神社の石橋ドイツ橋が今回佳境100年を迎えるという「出日剛健隙のない美しさはいかにもドイツらしい」とまあそんな紋切り型の表現では語り尽くせない人生があったはず石を運んだ人組んだ人 橋を架けた捕虜一人一人のその後を想像しながら林間のアーチ橋を眺めたことがある日独友好の証ともされるこの橋が架かったのが1919 19年第一次大戦の講和条約ベルサイユ条約が結ばれた年だドイツは 海外植民地のほか領土の10%を失い軍備を制限され天文学的な賠償金を課されたちょうど同じ年一人の男がドイツ労働者党に入党しているヒトラーである後にナチスと呼ばれる党を引き、ベルサイユ体制打破を叫んで 国民の憎悪をかきたて政権を握ったその間わずか20年39年には第二次大戦が勃発し翌年日独伊三国同盟が成立しているこれも有効といえば有効だが三国が連れ立って向かった先は説明の必要もないだろう かつての捕虜たちはどんな思いで激動の日々を過ごしていたか1600万人もの戦死者を出した大戦がどうして平和の母となりえなかったのだろう美談で済まされることの多いドイツ橋その前提となる戦争を二度と忘れないための橋でもある 本当に今内戦侵略戦争一度起こすとやめられないんです止められないんですよねそんな思いを強くいたしますそしてこれに関してまた徳島新聞の編集局が出しております。大ととはなり、鳴門書演100年いいう本がございますその中からご紹介いたしますね 捕虜の思いを忘れず。鳴門市ドイツ館に収蔵されている一枚の絵はがき巨大なサンタクロースからクリスマスプレゼントとして船を贈られるドイツ兵捕虜が描かれているおそらくこの船に乗って祖国に帰りたいという心象風景を表したものだろう 第一次世界大戦時坂東捕虜収容所は松江豊久所長の方針のもと捕虜たちを人道的に処遇したしかし彼らが残した何枚かの絵はがきからは自由を奪われた悲しみや暴挙の思いがにじみ出ている。 これらの絵はがきを含めドイツ館には日本初演となった「第九のコンサート」のプログラムや収容所新聞「デイ・バラッケ」など数多くの関連資料が残る2018年現在鳴門市と徳島県はドイツのニーダーザクセン州デューネブルク市との共同で関連資料をユネスコ・に 世界の記憶に登録する申請準備を進めるその狙いは坂東の捕虜たちが敵国の収容所で自国の文化を展開し人権を重んじた松江所長の行動によって言葉や国境の壁を越えて信頼関係を生み出した歴史を後世に伝えることだ。 確かに大きな意義がある。ただ捕虜たちに完全な自由はなかったという視点を忘れてほしくないと元捕虜のお孫さんでマイケル・コーバーさんはそう指摘をいたします。捕虜たちは中国チンタ島で敗れて日本に送られて以降解放までに実に5年以上も鉄条網に囲まれ そして暮らしていたのです彼らは人間らしくあるために音楽とか絵画を求めたその足跡が大工などのコンサートのプログラムや絵はがきだったのだということでございますドイツ橋からいろいろと世相というかみんなの 心の動きというのが浮かび上がってくるような気がいたします。そして、2024年の6月9日の新しい名調です。初夏は、イサギやスズキなどの魚が旬だが、年に一度ぐらいはガブリと天然アを味わいたい。 今年は一部の河川で遡上の遅れが心配されていたそれでも最近の釣り頼り欄に目を通すと釣り人によっては結構な数を釣り上げているから羨ましい「工魚」とも称されるように鮎は香りよし味よしだ加えて急流に逆らい きらりと銀鱗を反射させながら下向きに上流を目指す姿が人を引きつける若あゆと元気いっぱいの子どもたちを重ね合わせるのは自然な発想だろう南町の日和佐川では遡上を促す試みが続けられている先日の記事を読むと 合鮎の訴状を阻んでいるコンクリート席の横に香川高専の高橋直樹准教授が持ち運びできる木製の魚道を設置したそうだ材料費は1万円ほどその対策で合鮎が楽々と席を越えられるようになったエビやハゼといった川の仲間も ありがたい迂回路の恩恵に預かっている安価で環境に優しいアイディアと配慮に関心した次第である人工知能 AI が普及しとかくデジタル技術による成果に注目が集まりがちだしかし人と自然の共生を 測ることにおいてはまだまだ手仕事に負う部分が少なくない小さな生き物たちの生命に温かなまなざしを注ぎ保護につながる取り組みが各地で広がるといい2024年6月9日の名朝からでしたこのように 深く考える、そんな言葉で優しく語りかける名著やっぱり平和それから人間を慈しむ心言葉そういうのをどうぞ皆様も思い起こしていただければなと思います。それでは次回をお楽しみに。